あ、景色綺麗。春の風だ。匂いが違う。皆さんこんにちは、アリオーナです。今日はね、山形県からの配信ですが、すごい眩しいのでこれをつけさせてください。はい、今日はですね、多分まだ山形県の方だと思うんですけど、今日は山形県と福島県の県境にある吾妻山に登りたいと思います。吾妻山かな。で、この山はですね、冬になるとスキー場のロープウェイとリフトを使って、実は山頂の手前までこうやってリフトを乗り継いでいくことができます。私が使えるリフトを今日全部使って、というのも朝からちょっと眠くてだるくて、最近あんまり体力ないので、今日は行けるところまで、はい、リフトでやってきました。で、今いるところがリフトの終点駅で、標高が 1820m ぐらいです。で、山頂は名前が西吾妻山なんですが、標高が2035mだった気がしますね。なので、ここから登りは 200m ぐらいしかありません。ただ、登り返しもちょっとあるかもしれないので、まあ一瞬で行けるわけではありませんが、まあ1時間、1時間半ぐらいで山頂には行けるかなと思います。で、天気は今日は曇ったり晴れたりしてるんですが、別に今日はそんなに快晴を狙ったわけじゃなくて、どちらかといえば樹氷。今見てもこうやってね、木にいっぱい雪かかってるんですが、こういう樹氷を見るために今日はこちらの場所にやってきました。あと下山後に温泉を楽しむためにもやってきたわけなんですが、はい、まあ、今日は往復で多分3時間もかからない、2時間半とかそれぐらいのコースになるかと思います。で、今日はね、クッカー持ってきてるので、上で簡単にちょっと麺類でも食べれたらなと思います。で、あと今日は珍しく一人ではありません。今日は友達が一緒にいるんですが、残念ながらね、動画には一切出てくれませんので、撮影手伝いだけになります。はい。なので今日はもしかすると、いつも私が自分では撮れない角度からでも見ることができるかもしれません。はい。というわけで、今から出発したいと思います。登山道はあそこですね。はい。ハイゼットレースがしっかりとついているので、安心でございます。では、出発でーす。登山道こんな感じです。リフト降りてすぐのところに登山道に合流できます。もちろんもっと下からも行くことができますが、まあせっかくね、冬なので、この特権もね使って、はい、今日は登っています。高いところから。なんかやっぱり稜線じゃないから風がなくて気持ちいいね。穏やかで、そんな寒くない。山頂も森林限界超えないので、そんなに風がないんじゃないかなと期待してます。多分こんな感じだと思う。わ、山頂もね、しかしやっぱり最近はね、調子があんまりあれなんで、そのパパッと登れないけど、ここの森綺麗だね。ここまで木にその雪かかってるのあんまり見なかった。登山道で綺麗。はい、少し歩きましたけれども、吾妻山名物の樹氷が見えてきました。あそこの斜面に今微妙に太陽かかって、ガスかかって、なかなか面白い景色になってますね。で、おそらく
あそこの一番高いところが30なんじゃないかなと思います。はい。皆さんどうですか、この樹氷。素晴らしいですよね。そして、聞いてください。静かですよね、今日は。なんか、ここまで静かになると、なんだろうね。全世界もここまで静かで、平和になるといいなって、そう思っちゃうね。本当にもう一度聞いてください。少し風吹いた。けど、やっぱりまだすごい静かです。はい。では、こちらの樹氷の景色を楽しみながら、さらに上に登っていきたいと思います。多分3分の1ぐらいは登ったけど、標高差も150メートルぐらいしかないですね、今から。うん、よし、じゃあ、行きまーす。これすごいですね。このちっちゃい樹氷も。ああ。で、今こうやって絶妙に曇ってるのも私はいいと思います。むしろこの天気をある意味狙っておりました。快晴っていうよりも、こういう絶妙な雰囲気の方が、このお山には似合うんじゃないかなって思ってました。では、先に進みます。後ろなんか妙に晴れてるね。美しい。あ、気持ちいいね。ちょっと疲れてきました。出発して1時間と15分ぐらいなんですが、山頂まではあと5分7分ほどですが、ちょっとホワイトアウトに近い状態が続いてました。でも本当にコロコロ天気変わるので、一応午後の方が天気いいはずなんで、もしかするとこれからもうちょっと晴れるかもしれない。はい、まあ別にホワイトアウトにならずちゃんと帰れれば私はどの天気でもいいんですが、はい、もしかするともうちょっと晴れるかもしれない。はい、で山頂も近いのでお腹もペコペコになりましたね。ペコリンです。今日はね、美味しいスープ持ってきてるんで、ちょっと山頂でそれを作って熱々で食べたいと思います。では残りの多分標高差でいうと40メートルぐらいですが、頑張ります。
もうすぐです。もうそろそろ。って言おうのか。あ、ごめんなさい。日本語喋れない。山頂近いです。はあ。はい、およそ1時間と20分ぐらいでしょうか。山頂に到着して、もうザクを下ろして、ダウンを着て、今からお湯を沸かそうと思うんですが、山頂は多少風があります。でね、天気ちょっとあんまり良くなりそうにないので、食べて早速下山をしたいと思います。安全のためにもね、でちょっと雪降ってる。ちょこっと降ってる。ちなみにこの辺りが山頂なんですけど、地図ではわかりますが、なんか山頂の看板が全然見つかんなくて、なんかどっかにあるかもしれないけど、撤去されてるか、もしくは今埋もれてるかどっちかで、全然なんか山頂感がない場所ですね、ここは。うん。森林限界は超えていないですしね。はい、では早速ですね、お湯沸かしたいと思いまーす。寒い。これぐらいで足りるかな。ちょっとね、風が吹き始めてね、ああ、火が消えないか心配ですね。で、火力の強いものを使っているので、この火自体が見えないんですよ。だから出てるのが、もはや音でしかわからないっていう。うん。ちょっと、膨らんじゃったね。今日ね、ちゃんと座るためのシート持ってくればよかった。忘れちゃって。なんかこんな妙な座り方してて。で、今ね、飲んでます。ちゃんとできました。うん、これ美味しい。私、トマト好きだからさ、これね。で、天気はこんな感じで、こうやって急に晴れたり、また困ったり、多分、ずっと続くかな、今日は、これが。うん。よし。うん。美味しいね、これ、温まる。これクッカっていいね。湯があるだけでね、世界が違う。はい、今下山してます。天気はちょっと回復していないので、山頂ではまで行けると思います。で、ちょこっと今風が吹いてます。ちょっとお風呂が待ってるのでパパッと下りたいと思います。はい、もうすぐリフトの駅に着くんですけど、可愛いのがいました。こっちの方は少しちょっとどうかなって、ちょっと大丈夫かなって思うけど、この子は笑ってるね。あとあそこの奥にもう一個あって、ちょっと困り顔してる。ちょっと行ってみますね、そこも。もうもうですが、もうちょっと晴れて、この樹林帯がまた違う感じに見えました。ちょっと明かりが入ってるの分かりますか？明るくなりましたね。これもこれですごく綺麗。はあ、なんか他の山であんまり味わったことない雰囲気です、ここは。こうやって樹林帯にここまで雪がかかって、なんか違いますね。うん。あ、太陽。また隠れた。早いね。今日本当に雲の動きがとても早いです。よし、じゃあ最後頑張ります。はい、というわけで今日の参考を無事に終えることができました。で、もう一番下に下りました。
が私の後ろにあるのは修羅部温泉の東屋旅館という旅館で、今日はですねこちらの旅館に泊まります。皆さん今日の参考はいかがでしたか？時間としてはですね、もう本当にすごいゆっくりしてて、もう3時間もかからなかったんですが、やはりですね、樹氷が非常に面白かったです。で、天気は、まあ、晴れてはいなかったんですが、ほとんど風がなかったので、非常に歩きやすかったのと、やはりリフトで、冬だからこそ、リフトで標高稼げて、だいぶ上まで行けるので、そんなに体力を使わずに木山楽しむことができるので、結構私は、木山をそこまで苦労せずに楽しみたい方にこの西東をお勧めしたいと思います。はい、では今日はここまでです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次の山でもお会いしましょう。ではバイバイ。